日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのポテチキペッパーナゲットファミチキブラックペッパーを食べたいと思います。まずはファミチキの方からいきますね。ここに黒胡椒、どちらの方が強いのかな。おっと、ところごとに点々が見えますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ファミチキブラックペッパーは結構黒胡椒の刺激がダイレクトにビリビリとしてますね。なので辛いのが苦手な方は避けた方がいいかもしれません。反対にファミチキペッパーマヨネーズあるので若干まろやかで刺激を求める方にはこちら物足りないかもしれません。なので万人受けしそうなのはこちら、刺激を求める方にはファミチキの方がいいですね。自分はファミチキの方がどちらかというと刺激があって美味しかったのでこれをこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。